こんにちは、アンナスです。今日は紙刺繍に使える画用紙ってどういうものを使えばいいんですかっていう質問があったので、それに答えようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、紙刺繍の紙の話なんですけど、紙刺繍カレンダーを販売していて、皆さんこれすごいたくさんの方に作品作っていただいて買っていただいてるんですが、これはもう元からうちが印刷して用意した紙なんですけど、私本を出してるんですね。紙刺繍の本、スヌーピーの紙刺繍っていう本と、あとこれは刺繍工房って名前で、布にも紙にも両方できますよっていう本なんですけど、なので自分で図案を、持っていて、紙をどういうふうに調達すればいいのかっていうのをよく聞かれるんですけど、まずは画用紙でいいです。画用紙もう普通の小学生がお絵かきするときに使う画用紙、もうこの厚さで十分です。だからこれ以上薄いと、例えばコピー用紙とかだとすごく繊細に頑張ってやればできるかもしれない、できるのはできると思うんですけど、ちょっとやめといた方がいいです。だから厚みは画用紙ぐらい以上の厚みがあればいいです。なので例えばトレーシングペーパーとかだと、渡り糸、裏の渡り糸が全部映ってしまうので、表に、なのでちょっとしっかりめの厚みのあるトレーシングペーパーもあるんですけど、ちょっとなかなかそれは難しいかなと思います。なのでわかりやすく言うと画用紙なんですけど、紙ってキログラムでよく専門店とか書いてあるんですね。だいたい70キログラムから、そうですね、180、紙にもよるんですけど、なんか200ぐらいでも行けたりする時もあるんですけど、あんま250とかになってくるとちょっと厚すぎる、こっちが薄いでこっちが厚いなんですけど、これ何なんでしょうね。多分紙ってロールで、すごいでかいロールで、なんか200キロぐらいあるロールで作るんだと思うんですけど、そのグラム数が、そのキログラム数がそのままペラペラの紙に採用されて、こういう呼び方になっているのかなって思ってるんですが、だいたいこの画用紙で70か、もうちょい分厚いぐらいっていう感じです。あと気をつけないといけないのが、再生紙はダメです。再生紙の厚紙は、例えば近いところ、これとかかな、結構こう穴が近くに開いてたりとかするのってつながっちゃうんですよね、この内側のところとか。なので、紙は再生紙以外のもので、タケオっていう会社で私はいろいろ買ったんですけど、紙専門店って他にも全国にいっぱいあるんで、そこで買っていただくといいと思うんですけど、なんか紙にちゃんと名前がついてるんですよ。例えばマーメイドとかラシャとか、なんかいろいろあって、でこれは市販の普通の封筒にここに紙刺繍してあるんですけど、で私の本にはスヌーピーの方書いてないんですけど、刺繍工房の方にはちょっとこの図案を斜めに見せると、ここにアペリオクリームとか、これタンと B5 ブルーグレーとかってこう書いてあるんですね。なのでこれを参考に、この本ではそういう紙を使ったんだなみたいな、ここはこの紙は何だろうと思って、調べると、何ページ ?54、55書いてます。ハイチェックシロという名前だそうです。このなんかデコボコしてるやつみたいな感じで、この本は名前を載せてます。スヌーピーはちょっと載せてないです。もうそこまでやってないんですけど、なのでもし同じように作りたい方は紙の専門店に行っていただいて、糸って書いちゃった。紙紙の専門店。
専門、あ、いいや紙の専門店に行っていただいて、で、買ってください。あとはまあ実際に行って自分で触れるので、例えば70キロってどれぐらいの厚みかなとか、200キロってどれぐらいかなみたいな感じで、あ、確かにこんな厚かったら大変だなみたいなのあると思うんですよね。なのでそういうのでちょっと選んでいただいて、まあ、この再生紙は使わないっていうのと、まあ、画用紙だからこういう専門店がうちの近くになかったら、まあ、文房具屋さんで画用紙とかスーパーとかでも画用紙ちょっと置いてたりとかすると思うんで、そういうので全然行けますし、あとはロフトとかハンズみたいなところに行くと、ウェディングとかの封筒とかいろいろこう無地のやつ売ってますよね。1枚ずつ買える の、 湯沢屋とかいうとこでもあるかな。でそういうところの既製品の封筒とか買ってきて、でここに穴開けてこういうのやったりとか、あとね、なんかいろいろできるので、これはなんかノートなんですけど、さらに自分で表紙を外側に作って自分だけのノートみたいな感じにしたんですけど、まあ、なんかアイデア次第で何でもできるので、まあ、とりあえず紙をねちょっと探すのにどういうのを買えばいいのかなっていう話でしたので、このあたりを買っていただくといいと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。